はい、結果的には種芋は、80個残すことにしました。これは室内で去年から早く掘って保存していたもの、それからこれ今回畑から掘り出してきたもの、まだベタベタですけど、これを干していって80個植えます。で、去年70個植えたので、まあ去年よりは植える芋も大きいです。で、これこちらはもう何ともなっていないですが、ちょっと小さいので、食べていきたいと思います。それからこちらがやっぱりちょっと白くなっているところは腐っているので、まあ、これも食べれるとこだけ食べて処分したいと思います。はい、ということでこれがしっかり干せたら畑の方植えていきたいと思います。で、今年は里芋はまあいろいろ書物読んでみると連作障害はあるというふうに書いてありますが、昨年植えたところに、まあ、1箇所植えてみて、どのくらい影響出るかということもちょっと調べてみたいと思います。ということで、今年も大きな立派な里芋を作りたいと思います。はい、それでは里芋の保存状況ですけど、昨年収穫して家の中に置いておいたもの、種芋として使えるかどうか見ていきましょう。で、まずもみ殻の中で保存したもの、これ全然硬い、しっかりとしてます。カビも生えてない。大丈夫ですね。いい芋のまんまです。まあ、このままでも食べれるかもしれませんけど、まあ、これが、これは大丈夫です。これがちょっとなんかしなびてますね。これしっかりしている。こう握った感じがもうギュッと詰まっていて、なんともない。これはちょっとなんか、これ水分があったのかな、ちょっと柔らかい、まあ、どうか分かりませんけど、この中でなんかちょっと食べるのに使いたいと言われて種芋出したものもあります。それから新聞で包んでおいたものどうかなというふうに、ちょっと柔らかいけどなんてことはないな。これもちょっと柔らかいな。これはなんともない。はい、これもちょっと柔らかいな。腐ってる。はい、やっぱり新聞で包まずに、よく乾かしてもみ殻入れていたものの方がしっかりしてます。はい、後から畑のものを掘ってみて、また畑の種芋として取っておいたもの様子見たいと思います。これ株の大きな芋だったんですけど、ちょっと周囲が腐っていたので全部皮を剥いてみました。で、これ押してみると柔らかいんで無理かもしれませんが、まあ、これでも芋は生えるのかちょっと実験したいと思います。
種芋用の芋を掘ってみます。今シートをはぐ取りました。いいもやは、いいもや、なんかちょっと上の方でカビが生えとるみたいなのあるけど、だっていいし。いい芋がある。昨日は寒かったんで、この箱の中に入れて保存しました。これ昨日掘った芋ですが、まだ掘っただけで干してません。太陽に当てて、ちょっと、なんて言いますかね、芋にやる気を出させようというつもりなんですけど、これはビデオでもちょっと見てもらいましたけど、もみ殻の中に入れていた芋です。新聞紙で包むよりもやっぱり精度がいいというか性能がいい状態です。でこれ、親芋ですが、ちょっと皮を剥いて、どうなるか様子見てます。箱の中にはもみ殻を下に敷き詰めているので、ちょっとついてます。もうちょっと広げて干そうかな。
太陽が出てれば、あの太陽の光に当ててここはもう乾いてしまうんですけど、昨日掘ってからあのちょっと夕方掘りましたし、今日朝から雨なので、あの倉庫の中で、置いときます。めちゃくちゃ腐っとる。うわ、これも腐っとる。